朝はやっぱね、ずっとこう夜、厩舎に入ってたんで、汚れがつくんで、必ず清潔に。今日は、はい、牛窓神社の神主さんが来られて、はい、なんか地震祭みたいなの。もう本当ね、ここの神様には申し訳ないんですけど、地震祭がとても後回しになりまして。ほう、これはここに祭壇を作るために置いたわけではない。置いたわけじゃないです。はい。ぴったり、ぴったり、ぴったり、はい、お皿したね、お皿、ね、もうちょっとね、あの、重しをちょっと、ブロックとかね、あ、わかりました、あ、あるある、そこある、塩をまくことでもね、結界が作られるんです、はい、わかりました、結界を、あ、結界をね、今、あ、よろしいよ。頭がこっちで腹がこっち。こうですね。兄弟だ。こういう感じでいいですね。よろしいですか。まだ工事現場感が抜けてなくて。朝やっぱね、ずっとこう夜、厩舎に入ってたんで、どうしてもこうね、汚れがつくんで、必ず清潔に。ここは、昼はね、馬房もしっかり掃除してね、あの、うんこも取ってるんですけど、やっぱ夜の間は、ね、世話できないから、その夜の間にやっぱ、ね、こう、うんことかを踏んだりするんで。じゃあ掃除をしてる間にキントロちゃんをそこで放牧するんで、おあれでしたらちょっと写真でも放牧許可するんで、なんかそんなんも前やってくれたな。そうそう、前やってくれた。それではちょっと掃除に行ってきます。いい子についていくが、今日は、牛窓神社の神主さんが来られて、はいはい、こうなんか地震祭みたいなの。もう本当ね、ここの神様には申し訳ないんですけど、地震祭がとても後回しになりまして、ほうほうほう、それでちょっとやっぱり、ね、今も入ってきたし、そこはしっかりしないといけないなということで、うん、牛窓の神主さんを呼んで地震祭をします。なるほど、はい、ね、あの神様本当はやらなきゃいけなかったんだけど、やっぱね、え、まあぶっちゃけた話でできるかどうかもあれだったから、うん、ちょっとまあ地震祭は後回しにして、うん、でしっかりできて、うん、で馬も来たから、ちょっと一応そこら辺をね、やっぱ筋を通しとかないとっていうことで、ここの地域の神様にちょっとお願いして、よろしくお願いしますと、そんな感じですね。素晴らしいね。ありがとうございます、うん。
場所はどこでやるんですか？あ、場所はね、あのその藩の中にあるんですけど、うん、まあ、そこのちょっとあのザ、あの工事現場みたいな、あそこにちょっと祭壇を立ててやるみたいです。お、はい、待って、亡くなったら、はい、こう産業廃棄物扱いになるというか。はいはい、そうなんです。どうしてもやっぱ家畜になるね、くくりが。で、家畜になるし、やっぱもう体もでかいですから、うん、どうしてもやっぱあのね、産業廃棄物っていうあの扱いになるんで、それはちょっとね、やっぱ僕もずっと心の中で引っかかってて、で、まあ一応まあこういう仕事をしてるとやっぱ最後は見取らなきゃいけないですから、うん、まあそう考えた時に、まああの土地は許可を取ってあの埋めれることもできるんですけど、うんうんうん、まああのどうせちょっとね、やっぱ埋めるんだったら、まあこういうふうに今日みたいなあの神主さんが来て、ちょっとこう神のね、神のことをやってくれますから、その時神主さんに日本古来ね、やっぱどこにでも神様がいると、八百万の神っていうね、うん、やっぱ日本のそういうものですから、で、あ、神様と馬ってのもめちゃめちゃ相性がいいと、なんか神馬とかやっぱそんなんがあったり、やっぱ神様の乗り物だったり、うん、ですからもう本当にもしそういう時が来てしっかり拝んだら、あの馬も神様になりますと、あのしっかりまあ許可を取って、あの向こうの土地がありますから、そこに祠でも建てて祀ってあげると、もうそれはもう神ですよみたいな、ね、さっぱりなトラックに運ばれるとか、うん、それはすごく嫌だったから、やっぱりしっかりもうね、ここまで来て頑張ってくれたお馬さんにはもうしっかり供養してもあげて、ほんで神様として祀ってあげて、もうずっと未来永劫その魂がここに山に宿って見守ってくれればいいなってちょっと思ってたんで、それができるらしいんで、まあ本当に日本、まあ僕無宗教ですけど、はい、やっぱね神の国ですから日本は、どこにでも神様がいるんで、ここまで行っても馬ファーストですか？ここまで行ってももう本当にもう神様にします。まだね、この子たちはまだ当分先です。下手したら僕の方が先に死ぬ可能性があるので本当に先に待ってますって言わなきゃいけないから、うん、もう本当に、まあちょっとね、やりたいことは全部やって、もうね、やっぱもやもやね、するのがちょっとあったら嫌だから、うん、そこら辺はやっぱちょっとやっていきたいなっていうね。全然ゆっくり どうしましょう、ここでも祭壇、ここら辺ここですね、これはここに祭壇を作るために置いたわけではない、置いたわけじゃないです、はいはい、もう一番いいところを、もうこれがいいじゃないですか、ここに、はいはいはい、はい、で神様はこっちを向きますか、南をね、ああ、はい、ですが我々は人間中心に考えて、神様中心に考え、はい、神様はこの牧場を見ていただいて、はい、我々は神様を見ておく、はい、分かりました、ことになる、はい、はい、じゃあここへ祭壇、ここへね、はい、ここがいいと思う、分かりました、これは何のためにされたの？いや、あの、ただ置いてるんですこれ、あの、これを取ることもできる、取ることもできます、ね、はい、上だけ、上、あ、板の、一旦ですね、ケイヤさんにあのもう精進決済して海に入ったつもりで今年一丁でよく祈りなさい、いけると思う、ちょっとこれのけてくる、ケイヤそれ塩があると思って、塩と、あ、すみません、まあ起きてもなんかちょっとこれ引っ張ってくださいいいよちょっと準備しておるところも取ってもよろしいよ、はい、よろしいこっちまで、はい、まだあるよ、はい、よろしい、はい、OK、はい、マイグッズを、天井の上にここに出るの、ああ。そういうこと？いやいや、寝転がっていい。頑張る。普通にこ、はい、次これ。はい、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 はい。腹筋で。腹筋で。一番手前に置いてくる、これが来た。これが来た。はい、こっちが。はい、はい、次。次。これな。はい、はい、これね。前へ見たら。あ、こっち、あ、そう。神様、神様です。神様中心な。神様中心に考えないですね。神様中心が来ただから、こうか。これ、はい、これ2番手、大丈夫です、2番手、それを板の上に、ちょうどあの小物の上に、あ、ちょっと出てる、出てる、小物の上に、うん、あ、小物の上に、はい、はい、そうで、2番目、
はい、次。はい、はい、これをつけたらいいのかな。つけたらいい、ぴったり、ほんと。ぴったり、はい。風ね。いや、ほんと風がないからね。風があったら。風があったらね、それはもう大変。はい、でも神様が来たら、神風が吹くんです。神風が。で、この板は。板を取って、板を、はい、板を。板をね。これね、はい、ここに並べて、ここに縦長に、はい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 、こういうことね、大理石を透けて、こういうことね、はい、大理石を、大理石、大理石、ここにする、全こうでいいですね、あ、ちょうどタイミング、こういうことやね、これでもうずれないわけな、こいつらが、あ、形、あ、OK。まずこれで風が吹くようでしたら、その辺のあの重たいものをのパッとね、はい、はい、それ、これ、はい、1個ずつ、1個ずつ、1個ですね、1個ずつ、じゃあここ、はい、私に、はい、これでいいですか、いいです、はい、1個ずつだから、ダメだよ、焦ったらダメだよ、はい、1個ずついくよ、ちょっと落ち着いて、はい、こういうことだね、はい、おお、すごい、片付けるときはこの逆ですからね。ああ、順番がね、それをシミュレーションしながら片付けの時もあれどうだったかなと分かるようにもう分かんないよ、覚えてない、最悪最悪見返すわ動画ああで、これもうしまったらいい ね、 そうですね、これを、はい、はい、下から下、下から、はい、これをあの器を出してください。あ、はい、器もすいません、しつこく言いますが、これを覚えとってくださいね。ちょっと覚えて、まずじゃあ、こう。そんな、大体。大体分かりました。こう、ざっくりっぽいの分かりました。よし。ミリあるんですけど。ミリでよろしい。はい、持ってきます。お、大きいもん、大きいもん。お皿したね。お皿ね、もうちょっとね、あの重しをちょっとブロックとかね。あ、わかりました。あ、あるある、そこある。そのレンガではちょっと軽すぎる。ブロック、あこのブロック。下あ、この、うん、あ、それ。これやな。うん、それをちょっと倒れたら祭壇が倒れたら。そうそう。飛んだ祭壇だ。つってね、あ、親父ギャグが出たな。親父ギャグが。あれ？滑った？え、これはここに置いたいね。そうそう、置いてください。ドット。オーケー、もう一つ、もう一ついるな。もう一ついる。それをまた中に入れとってください。あ、わかりました。素晴らしい。おすごい。めっちゃいいになった。1枚でも2枚でも。ああ、ありがとうございます。阪神にね、裏表があるんです。あ、ツルツルとザラザラ。小学校。ツルツルを下にして。ツルツルを下。これ2枚。5センチほどね。5センチほど余らして、ここをパッと。はい。で、神様の方に折り目を向けて、ここに置くと。ああ、本当だ。折り目を向けて、はい、こうやな。置いていいですか？置いていいです。こういうことですね。はい、これで OK です。はい。はい。大根。大根。はい。大根。バナナも開けとってください。バナナもね。大根。はい。はい。いご。リンゴ。リンゴ。ペコポン。ペコポン。ペコポン。銘柄して、神様を銘柄して。神様はパイナップル、グルメなんで。パイナップルかい？そうそう、パイナップル。パイナップル食べたいって。昔から3階の珍味。思い出ポロポロ。あの、洗ってきていただきます。洗うわ。ちょっと、あこにちょうどあるわ。オッケーオッケー。すいません。はい、リンゴ。リンゴ。これ洗う。もうあの、
全世界の人がもう、うん、あの3列車なんで、ね、あ YouTube ですから、はい、もう3列車ですよ、皆さん。お願いします。塩ですよ。はい、塩を急いで。袋の方。袋の方ですよ。こちらの。キリンのさ。これは置いて。そこの真ん中に。そうですね。オッケーです。バケツ、バケツ、もうこの場を慰めよう思うと。十分だし。自分、本来の自分をこちらに置いて。嘘嘘嘘嘘、絶対嘘。私よくテレビで。これは私のキャラだと思ったらいけません。いや、テレビでよく拝見しておりますので、同じです。最後拝む前にここにお魚をね、お魚、はい、乗せますからね。本当にいい。しかもこれもっと取ってください。取って。一枚ずつ。一枚ずつ。一枚ずつや。はい、こういうのをあ、分かりました。彼が。あ、彼が、彼が。彼さんに選ばれた。選ばれた。なんかすげえ嬉しい。神さん選ばれた。これを持たされた。もっと取ってください。分かりました。あ、すごい。ちょっと待って。視聴者代表ですよ、全世界の。これは、これはどういう、こう、ものの名前か。シデ。シデ。シデ。おぉ、シデ。髪が垂れると書いてね。あ、髪垂れると書いて、シデ垂れるみたいな。塩をまくことでもね、結界が作られるんです。はい。わかりました。結界を。あ、結界をね、今。さあ、よろしいよ。これはピチッと肩に当たった方がいいんですか？開いとるもん。いや、もう当たった方がいい。もう始まるんですか？もうあと5分ほど。5分。頭がこっちで腹がこっち。こうですね。違う。頭がこっちで腹がこっちだ。あ、そうそうそう。こうですね。これに兄弟だ。こういう感じでよろしいですか？いいですね。はい。こちらにも厩舎が立ちますよね。はいはい、この上は何になるの？これは放牧場です。放牧場ね。はい、馬を、はい、放牧して遊ばせるところです。で、皆さん、あの、はい、玉串拝礼をちょっと練習したいと思います。どうぞ。最初にどうぞ。これを私がここにいますので、はい、斜めに近づいてきてください。こういう感じ。はい、レイ、はい、でこうこれ皆さん見とってください。皆さんするんです、はい、見えてます。右手が上からかぶせる、うん、胸の高さ前の方にお進みください、うん、進んできてください。レイで玉串に慶明牧場が多くの人々に愛される牧場の養老牧場として発展しますように、地域社会に貢献できますようという熱き志をここにこう入魂してくださいね、はい、一瞬でね、心で、心の中で、はい、だからこう玉串を立てて、はい、でさらにこう手首を返すなんかね、はい、360回していただいて、はい、これ離して、はい、下から添えて、はい、でこちらに備える。ここへ、その机の上にね、はい、ちょっとこちらに便宜状。便宜状、便宜状、はい。あと神様にね、はい、あ、神様に。だから姿勢を整えて、はい、二礼。胸の前で手を合わせ、はい、祈りを込めて。はい、右手を一関節すり下げて、はい、肩幅広げて拍手を2回しばらくすり戻して祈り、はい、友人の皆さん、今日大変おめでとうございます。2、3日前から今日の日、夕方の天気予報でどうかな、
どうかなと大変心配しましたが、急に終わりまして、申し分のない、いずれ劣らぬ晴れ男晴れ女の面々のご参列をいただきまして嬉しい限りであります。これは牛本の海が、山が、オリーブの木が、慶明牧場の今日の正式な会所の神事を祝福していただいている証であります。またウグイスちゃんも BGM としてですね、この神事に花を添えていただきまして、これは申し分のない、会所神事のお日和をいただきました。ありがたいことであります。それでは皆さん方の志をご神前に改めて神様に捧げて、慶明牧場の発展をお祈りさせていただきます。心してご参列ください。ただいまより令和5年3月22日22です慶明牧場大方期待と注目の今日より元気な産声を上げる開所式の神事を収めさせていただきます。ご一同礼。次、主罰払い清めの儀。一斉にご抵当ください。かけんまくんをかしこきいざなぎのおおかみつくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらにみそぎはらえたまいしときになりませる。はらいえどのおおかみたち今しみ前に願い主野崎のけや、これを優しく見守る実母野崎照子をはじめ、慶明牧場に関わりあるすべからくの諸人たちが、熱き祈り、感謝の祈り、希望の祈りを胸に秘めて、いよいよ大方期待の養老牧場こと初めの御祭りを取り納め祭る間に間に、この多くの人々の善意にて整備されたる素晴らしき養老牧場の内外よもよすみ、また見舞いに集える祈り人たち一人一人の身の上心の内を本日の青空のごとく爽やかに一点の曇りなく未来永劫に渡りて払えたまえや清めたまえ。お手を挙げてください。ご一同ご抵当いただきます。払えたまえや清めたまえ、守りたまえや導きたまえ。お手を挙げてください。次、行進の儀、神迎えの儀。神々のご降臨の間、皆さん方には軽く神戸をお下げください。
くも綾に賢くも尊きや。この港町牛窓の里瀬戸内市つつ浦々を力強く見守りたまえ。遠尾の鎮守尊きや賢きや牛窓神社の神々。また樫野の里を預かりたまえる樫野神社御社大明神の神。西脇の里を守りたまえる大名口神社の神々。また瀬戸内市牛窓町樫野65-36-2。この山林を守りたまえる山の神大山積みの狼。大地を守りたまえる大床主萩安彦萩安姫の神々。阿賀日の本の国にありて家畜ことに牛馬を守りたまえる受け持ちの神雨の淵駒の神大雄山大ヶ島大地名権現の御事たちの尊き御霊をこの地に招き祭りて慶明牧場こと起こし始めの感謝の御祭り希望の祈りの神事を収め奉る牛窓神社をはじめゆかりのすべからくの神々の尊き御霊は青空高きところより天がけり国がけりてこのみずみずしい榊の大なる枝すなわち神のよりしろ天つひもろぎに天下り諸人たちの今日の志高き祈りをつまびらかに聞き届けたまえと。おき先生えたまえと。かしこみかしこみも高き志を神々に伝えて尊きご加護をいただき末楽と申す。皆さん表を上げてください。皆さん方には祈り心を胸にその場にてお見守りください。屋敷神様自鎮様野崎啓也一同の高き志を大地に込めて払えたまえ清めた。いや大神へ見た目払えたまえ清め大神へ見た目払えたまえ。いや一点の曇りなく払えたまえ清めたまえ。はっ名牧場にかける未来志向の熱き祈りを大地に込めて。いや
たまえ清めたまえ、えい！メス馬5歳グラマーちゃんの厩舎を本人ともども清めたてまつる。多くの人々にその優しい心が伝わりまするよ。いや、さやさや、さやさや、いや、メス馬3歳トントントントロちゃん、この厩舎を本人ともども払い清め立てます。いや、多くの人々に癒しの力を十二分に発揮せしめたまえ。いや、狼へ見た目払えた。立てて左手をすり下ろして、両手が合わさったところでご祈願、姿勢を整えて二礼90度、胸の前両手を揃え、右手を一関節手前に引いて、真心を込めて肩幅ぐらい広げて拍手を迎え、右手の関節を戻してご祈願。以上をもちまして、願い主牧場オーナー野崎啓也殿、これを支える母上野崎照子との親子をはじめ、有志の友人知人の皆さんのたっといお参りをいただきまして、満を持してここまでこぎつけました養老牧場啓明牧場の今日より開所式、個々の元気な産声を上げる厩舎に、また大地に命を吹き込む大切なこと始めの神事をめでたく取り納めさせていただきました。皆さん今日はご参列ありがとうございます。それでは清らかな神様の飲まれたお水ですね、聖水を持って乾杯いたしたいと思います。ね、はい、皆さんと共に祝福の誠の気持ちを込め、よくぞここまでこぎつけたものと感動感激の思いを神様に伝えさせていただきまして、
素晴らしい天気の中で鶏鳴牧場が元気な産声を上げたわけであります。どうかこれから一年一年この牧場が大きく成長しまするように、また二十歳の20周年40周年50周年と歴史を積み重ねていきまして、多くの人たちが牛窓に行ったら鶏鳴牧場にちょっと足を伸ばそうかというふうな、皆さんからぜひ牛窓に来る一つの大きな目標としてこの牧場が位置すれば、宮司としてこんなに喜ばしいことはありません。牛窓にこのような新しい施設ができましたことを牛窓神社の神様が何より喜ばれております。それでは鶏鳴牧場野崎啓也殿の前途を祝して乾杯いたします。乾杯。乾杯。全部飲めない場合は足元の大地にお返しくださいね。でね、すごい青空だ。雨の予報だったのに。そうです。素晴らしい。あれ、キジですよ。え、キジがいるの？キジとこうプテラノドンだと思う。びっくりするんですよ。キジなんで。すごいね、キジって。大変ね。ケンケン。幸せな鳥。大丈夫、このまま。はい、これで。はい、うん、これ、ほら、嬉しそうだ。こっちに。はい、いいですか？じゃあ、うん、お先いただいて。はい、どうぞ。何個でも。はい、であっちゅう前のおならな。あっちゅう前に、はい。どうぞ、はい、どうぞ。はい、じゃあもう。はい、コントロちゃん。コントロさん。コントロちゃん。今もうもぐもぐしてるから、どうか。お父ちゃん、あのつはコップも一緒。私は手はこんなんだよ。父ちゃん、え、大きすぎない？あ、グラマーに。マグロのグラマーちゃん。グラマーちゃんがいいかな。あ、食べた。欲しいというあれなの。ねえねえ、まだ歯ってどうなってる？奥にある。もう手前が歯があって。奥は、で奥はここにある。いかがでした、のんちゃん。実際に会社式本当良かったです。心がね、現れるというか、もう本当にね、もうこの子たちもね、祈願してもらって、もうこれから頑張ろうかなっていう気になりますんで、もうね、もうこの子たちはもう幸せはもう勝ち取りましたんで。なるほど。はい、もうあとはね、本当にもう神様の力でもうね、困難を乗り越えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、富士さんも今日はありがとうございました。どういたしまして。渾身の力を込めてね、神様に鶏鳴牧場の発展をお祈りさせていただきました。これから来られる皆さんの未来の皆さんの幸せもお祈りしましたので、ぜひ鶏鳴牧場にウェルカム来てくださいね。宮司さんからもお願いします。はい、じゃあ最後、はい、のんちゃんの方からも視聴者の皆さんに一言。はい、はい、これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いしますね。グラマーちゃんとトン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 ちゃん、よろしくお願いしますね。現場からは以上です。バイバイ。バイバイ。バイバイ。牛窓神社にも参ってね。